11番、田中紀恵議員。村上インテリアの田中紀恵と申します。私は家具の小売店村上インテリアの4代目として1892年創業以来代々受け継がれ大切にされる家具をお届けしたいという思いで経営をしております。大手家具チェーン店やネットショップで何でも手に入る今、家具職人が作る手作り家具や日本の伝統的民芸家具、ここでしか手に入らない品揃えを常に心がけております。長く愛用していただくため家具の修理も積極的に承っております。今ウッドショックの影響で海外からの輸入材料価格が高騰し、国産材が注目されています。そこでいつかは矢板市のヒノキや杉を使ってオリジナル家具を作りたいと思っております。インスタグラムやフェイスブックなどの SNS の発信も大きな手応えがあると感じており、ファン作りとお客様とのコミュニケーションも大切にしております。市外からご来店されるお客様も増えておりますが、顧客の確保は大きな課題となっております。また市内の商店数も減少傾向にあり、商工会の会合の出席者も少なくなっております。そこで市内の事業所が新たな販路拡大を図るための施策や、新たに矢板市で事業を始めたい方への補助金等、矢板市の施策について質問いたします。11番田中紀恵議員の質問に対し答弁を求めます。経済建設部長。はい、田中紀恵議員の新規開業や販路拡大等への支援についてのご質問にお答えいたします。議員のご質問にありましたとおり、商工団体の会員数は事業主の高齢化などの影響により全国的に年々減少傾向となっております。市といたしましても、市内事業者への事業継続及び新規事業者への増加は本市の経済発展を支える上で極めて重要な課題であると認識しております。はじめに本市で創業を希望される方への支援策としまして、空き店舗等対策支援補助金がございます。これは主に矢板駅西地区の市街地にある空き家、空き店舗等を活用し、改装または新築に要する経費の一部を補助する事業でございます。毎年利用希望の相談を5件程度受けており、創業の一助になっているものと思われます。また創業時の負担軽減を図るため、平成28年からは市制度有志に創業資金を設置し、さらに令和2年10月には創業資金の有志に対する利子を全額補助する制度を設けました。市商工会では創業者支援として創業塾を毎年度開催しております。本年度には店舗等の月額賃料の一部を助成する矢板市商工会創業者等助成金を設置し、創業塾修了者にはさらなる助成額を上乗せして支援しております。次に販路拡大等への支援について、本市では市内事業者が新たな販路開拓にチャレンジするなどして稼ぐ力をよりつけてもらうための支援策を構築に努めているところです。具体的な支援策といたしましては、市外での開催される展示会や見本市等の出展に要する経費の一部を補助する、
地場産業 PR 促進補助金がございます。本年度は1件の利用があり、東京都で行われたイベントに参加した事業者から新たな取引先との出会いがあったとの報告をいただいております。また市内の製造業者の PR を目的とした販路開拓サイトを本年2月に、市の産業や観光を紹介し海外への販路拡大の機会創出を目的とした海外展開 PR サイトを本年3月に新たに構築したところです。さらに平成29年度には県内市町に先駆けて矢板市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例を施行しました。本条例に基づき市役所では市内事業者から優先的に物品及び役務の調達に努めております。今後も本市経済発展のため市商工会と連携を図りながら新規開業や市内事業者の販路拡大等に対し必要な支援を一層推進してまいります。11番田中紀恵議員、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。